両チームフィールドに入りまして、これより後半戦再開となります。後半戦は福井スノースイーパーズのキックオフで試合再開という格好になります。キックオフをしますのは1番の飯田のようです。失礼しました、3番のですね、3番の風折れが、キックオフをいたします。対しまして金沢ワイセンベルグは2番そして23番が配置しているようです。2番は多田、23番は佐藤です。さあ手前にいるブロッカー選手にそのキャッチを委ねました。中央を果敢に攻め上がりまして24番自陣40ヤード付近を確保しております。この位置から金沢の攻撃となります。リターンしましたのは金沢ワイセンベルグ24番の川野でした。金沢ワイセンベルグ自陣40ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。しかしここでイエローフラグ反則が発生しております。まず最初のプレーはパスから入りましたがここで反則がありました。これはどちらのチームにあったでしょうか。ディフェンスにラフィングザパサーの反則がありました。パスを投げ終えた選手へのヒットです。この反則は非常に危険な行為という形で扱われます。パスを投げ終えた選手、ボールを蹴る選手は不安定な体勢なためです。これによるペナルティは15ヤード、従いましてこの攻撃によるこれで15ヤード前進する格好になりまして、オートマチックファーストダウン、自動的にファーストダウンリセットという形になります。結果的に金沢は相手陣に入った位置からファーストダウンになります。金沢ワイセンベルグ相手陣45ヤードからファーストダウン10。ここで大きなビッグプレーがありました。金沢はパスプレーを継続しようとしましたがそのパスを福井のディフェンスバックへインターセプト、パスをダッシュしまして攻撃権を奪い取る形で成功しました。さらにインターンし相手陣20ヤードからの攻撃を得まして福井スノースイーパーズファーストダウン獲得です。ターンオーバー、大きなプレーが出ました。金沢のパスプレーに行ったところすかさずディフェンス一気に上がりましてこのパスをダッシュインターセプト、37番でしょうか、素晴らしいインターセプトを決めまして相手陣20ヤードの絶好の位置を確保しております。見事これを決めましたのはスノースイーパーズ37番飛田です。さあここから攻撃にいかんという福井ですがしかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。交代感オフェンス5ヤードのペナルティダウンを繰り返します。
オフェンスにここで交代違反の反則がありました。フィールドの中12人おりました。アメリカンフットボールはその人数に制限は本来ありませんが、フィールドの中は11人以下と決まっております。これは交代の状況も含めましてその人数に制限があります。この結果12人でフィールドにいた状況が発生しましたので交代違反となり5ヤードバッタリーになっています。下がりますが、しかし福井相手陣25ヤードからの絶好の位置の攻撃、ファーストダウン15で試合再開です。パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。クォーターバックプレッシャーを感じながらパスを投げましたが、しかしコントロール定まらず、しかしここでイエローフラッグが発生しています。今度は金沢にラフィングザパサーの反則がありました。クォーターバックをパスを投じる前に一面とプレッシャーかけましたが、結果的にパスを投げ終えた後にヒットしました。これによりましてラフィングザパサーの反則取られまして、大きく後退する形になります。本来は15ヤードですが、攻撃 残り距離25ヤードのため、その半分、ハーフディスタンスの反則となり、12.5 ヤードの罰則になります。しかし、罰則を受けまして、自動的にオートマチックファーストダウン更新という形になります。福井、これによりまして、相手陣12ヤードの位置からの攻撃になります。非常に有利な位置になりました。攻撃権は当然リセットされ、ファーストダウンからの行使です。福井スノースイーパーズ、ファーストダウン10。さあ、まずクォーターバックランプレイター、しかしここでイエローフラッグが投じられています。まずパスをフェイクし自らのランで右オープン展開を図りましたが、ここでイエローフラッグが投じられています。さあ、果たしてこの反則はどちらのチームにあったでしょうか。オフェンスの反則です。ブラインドサイドブロック、背後からのブロックです。ボールを持っているチームはボールを持っていない相手の選手を背後からヒットしてはいけません。非常に危険な行為として見なされます。ペナルティー10ヤード下がりまして、ファーストダウンやり直しに変わります。福井スノースイーパーズ、ファーストダウン20で試合再開になります。ボールオンはしかし相手陣22ヤードの絶好の位置にあります。ここでクォーターバック奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。しかしこれは金沢2番が見事にパスカバー、あわやインターセプトというところでしたが、しかしこれはパス不成功に終わっております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。福井スノースイーパーズ、セカンドダウン20。
中央へランプレー、しかしこれは金沢ナイスディフェンス。ここでランプレーを投入しました。中央突破により状況打開図らんというところでしたが、しかしこれは金沢踏ん張ります。ランプレーによるゲインなくサードに変えます。フロント陣踏ん張りました。ワンハンドタックルという形で食い止めています。おそらく番号未確認ですが70番の宮田だったと思われます。福井スノースイーパーズサーダウン20。さあここでの攻防どのような展開になるでしょう。パス不成功。パスプレーを中央にねじ込み、そこからキャッチアンドラン図らんという選択でしたが、しかしここは金沢見事にパスカバーしまして、このパス防ぎフォースダウンに変えます。スノースイーパーズフォースダウン20の状況、1回で更新するには厳しい状況ですが、さあどのようなプレーを行使するか。フォーメーションを組みました。フォースダウンギャンブルに入ります。状況的に一気にタッチダウンを狙うワンプレーになります。さあ決まるでしょうか。ここでホイッスル。チームタイムアウト。福井スノースイーパーズ後半1回目。ここで福井後半1回目のタイムアウトを使いました。相手陣21ヤードの状況に、22ヤードの状況、21ヤードですね、その状況にあります。本来ならば絶好の位置ですが、1回でこれを行使しなければいけないフォースダウンギャンブルの状況です。さあフィールドゴールでなくタッチダウンを狙うフォーメーションを組みました。文字通りギャンブルに入ります。フォースダウンギャンブル。パスは通っている。さあこれはどの位置で止まったか。非常に微妙な位置です。攻撃権更新至りませんでした。非常に微妙な状況でした。しかしわずかに届いていません。結果的に4回目の攻撃失敗という格好になりまして、攻守交代、攻撃権変わりまして金沢に攻撃権移ります。あと1ヤードといったところでしょう。これを超えていれば攻撃継続となり、一気にタッチダウンを狙うチャンスになりました。しかし届かず、この1ヤードの攻防をしのぎまして金沢攻撃権を奪還しています。さあしのぎました金沢ですが、しかし自陣3ヤードの力の攻撃です。非常にリスキー。福井まだチャンスあるか。金沢ファーストアンテン。さあランプレイター、まずランニーバックにハンドオフしまして23番左オープンに展開し、約5ヤードのゲインに変えています。ここでホイッスル。現在選手のヘルメットが取れまして、その選手、このワンプレーは退場、一旦アウトする形になります。果敢なランを展開したのは23番の佐藤でした。
抜けている。どこまで行った、ビッグゲインファーストダウン。ここでランプレーを今度はキャリア2番に託しました。2番はハンドオフから右オープニング展開、一気にディフェンスをまくりました。独走外へと押し出されましたが、約20ヤードから30ヤードのビッグゲインになりまして、攻撃権更新です。まずはワイセンベルグファースター、ここを突破しましたのはランニングバックのタダでした。この結果金沢は自陣44ヤードからの攻撃に入ります。金沢ワイセンベルグファースターアンテ、パス不成功。クォーターバックちゃん、ここでプレイアクションパス、中央切れ込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれは通らず、パス不成功でセカンダウンに変わります。カーザーワイセンブルグセカンダウン10、さあ密集点をつきます。オフェンスラインともども中央にランニングバックなだれ込みまして、約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。ここでコーナー織り交ぜ、今度はパワープレーに入りました。しかし福井もここは踏ん張っております。金沢ワイセンベルグサーダン6、ここで金沢パスプレーに入ろうとしました。クォーターバック8番下がりました。その一瞬の隙を一気に福井15番が吸収、キュービーサックパスを投じる前に仕留め、フォースダウンに変えます。見事キュービーサック果たしましたのは福井スノースイーパーズ15番の押川でした。さあこれより金沢はフォースダウン16でパントフォーメーションに変わります。このパントは福井陣30ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりまして、福井スノースイーパーズに変わります。さあ見事な QB サックで攻撃を奪い返す形に成功した福井スノースイーパーズ、自陣30ヤードからの攻撃に入ります。福井スノースイーパーズファーストアンテ、パスは成功しています。まず外にいるレシーバーにパスを通しまして、一旦相手を振る形に成功しました。ターゲット19番、しかしその時に膝をつきまして、結果的にノーゲインという形になっております。パスを通りましたのは19番のためでした。福井スノースイーパーズセカンドダウン10、Come on!
プレーが乱れる形になりました。ランフェイクでオプションを展開しようとしましたが、オフェンスとのタイミング、オフェンスラインマンとのタイミングが合わず、結果的にはランニングバック5番にシャベルパス、下からの前パスを投じ、そこからキャッチアンドラン図らんというところでしたが、しかしこれはゲインにならず大きくロスに変わっています。サーダウンに変わります。本来はオプションプレー、後方へのピッチを展開しようというところでしたが、しかしタイミングが崩れたため前パスとなりました。福井スノースイーパーズサーダウン15。ここでカウンタープレーを展開しました。一旦逆方向にバックスを振りまして、その裏を突く形でカウンターをかけようとしましたが、しかしこれも金沢食い止めまして、フォースダウンに変わります。福井スノースイーパーズフォースダウン11、パントフォーメーションを取ります。さあ金沢リターンに入るが、これはナイスタック。プレッシャーありまして大きなパントになりませんでしたが、しかしリターンをしようと選手を見事にカバーしまして、ハーフウェイ付近で攻守交代に変わります。金沢しかし優位な位置です。自陣49ヤードから攻撃に入ります。金沢ワイセンベルグ自陣49ヤードからファーストダウン10。さあランプレー入った。ランニングバック2番、ハンドオフから左オープンに展開、巧みなランを切りまして約4ヤードのゲインに変えています。キャリア2番は多田です。本日非常に快調な足を見せています。金沢ワイセンベルグセカンダウン7。ファースト、今度はパスプレーです。プレーアクションからクォーターバック8番、左に展開していた87番にパス、これを取りました。87番、ディフェンス群がる中、これを見事なステップワークで攻撃権更新しました。金沢ワイセンベルグファースト、鮮やかなステップを見せましたのは金沢ワイセンベルグ87番の有沢でした。金沢ワイセンベルグ相手陣29ヤードからファーストダウン10。これはナイスリカバリー、スナップ乱れ、クォーターバック後逸仕掛けましたが、これをクォーターバック何とかランニングバックに手渡す形に成功しました。2番、これをアドリブに近い形で左オープン展開し、約2ヤードのゲインに変えています。このあたりは非常に巧みな、
リカバリー能力でした。クォーターバック8番の江端、ランニングバック2番の多田でした。金沢ワイセンベルグセカンダウン8、クォーターバックここはスクランブルに転じました。ハンドオフをフェイクしパスを転じようとしましたが、ここでディフェンスのカバーよしと判断し右オープンにランプレー切り替えました。緊急発進のランプレー、これにより約1ヤードのゲインに変えています。キャリア8番はただで、失礼しました、江端です。ここでホイッスル。先輩の金沢を見せる後半戦、ここで金沢ワイセンベルグ後半1回目のタイムアウトを取ります。さあここでどのような策を講じたでしょうか。タイムアウト間もなく解けます。金沢ワイセンベルグ相手陣27ヤードからサードアンド7、パス不成功。ここで左に展開した87番にパス、ノーマークになってこのキャッチ成立すればタッチダウンというところでしたが、しかしこのパス確保できず、パス成功でフォースダウンに変わります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、金沢ワイセンベルグ10点、福井スノースイーパーズ0点、攻守方向を変えまして最終クォーター第4クォーターに移ります。